長塚正家は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣政権の御奉行の一人、父は水口清里と言われる、弟に直吉らがいる。大見国水口岡山城主、長塚正家亭主本生は大倉氏という、別説にもともとは水口氏で天正年間。 巨城港地上が落城したため長塚村に居まし、その地名を取って長塚を称したとの記録もある。また、斎行案には斎行の子、流星の末裔である佐藤正峰という人物の末裔であるという伝説がある。熊本藩の侍町の正家の子孫の項目には、正家の父、聖座とまでを水口氏とし、正家以降を長塚氏として記録している。 A65 年、水口佐里の長男として、大見国来る元軍長田場村で生まれたと言われる。はじめには長秀に仕えたが、天正13年に、豊臣秀吉の方向衆に抜擢され、庭氏が大元宝処分を受けると大政情不正があったと豊臣家より休断されたが、正家は長房証拠として提出し、これに抵抗した。この後豊臣氏直さんの家臣になった。 高い算術能力を買われて、財政を一手に担い、豊臣市の蔵入地の管理や、対抗検知の実施に当たった。天正14年の九州平定、天正18年小田原征伐では、兵牢奉行として、兵牢の輸送に活躍し、20万国の兵牢を、滞りなく輸送したほか、小田原周辺において、米3万国を買い占め小田原城を兵牢攻めにした。 史上の戦いでは家臣、内所立脇、薄木平四郎、市宮全米、有坂区内、増田信次郎らが、おししろ攻めにおいて、武功を立てている。戦後に若家臣であった弟の正隆が秀吉の、直参に取り立てられている。文読、慶長の役では、非前名古屋に、在人史兵論部教も務めた。またこの際には、京都の秀吉との中継役も務めていたようで、 虎狩りで得た虎を秀吉へと送った、朝鮮在人中の亀井コレノリに対して、防御指示を兼ねた、大筆令状を有筆役としての署名とともに、返信している記録が残る。この間、天正14年には、本田忠勝の妹、栄子を正室に迎え、天正17年には、長男、半栄門助信が誕生している。半栄門には、山中三十郎が家老として付けられた。 天正18年正月13日には、人質として上落した徳川秀忠の出迎えの任に当たるなど、徳川家との関係も深かった。農村支配にも関与しており、文禄3年2月には、豊臣秀次とも相談の上、中川秀重の文語入法に際し隣接する、倉入時代官、大田和義に協力を求めて戦乱によって、荒廃した農村の再建。 逃亡した農民の厳重策を支持している。また、同時期に、伏見城の造営にも参画している。文禄四年に、大美奈口城五万国を配領し、五部業の末席に名を連ねる。慶長を年には十二万国に加増され、官位も十四人下地重に承認した。領内では後に、家松山大徳寺となる城景寺に保護を加え、この縁故によって、 後年維持が、同時に迎えられ三成門関、官誉まれ、旧官となる。ガモ秀行が厳報された際には、松田秀信のガモ浪人を召し抱えた。関ヶ原の戦いの長塚正家陣跡、秀吉没後は、石田三成方に組みし、家康打倒の防御に参加するが、家康の伏見城入城を阻止できず、前田玄威と共に、家康に、 藍津征伐の中止を嘆願したが聞き入れられないなど、こうをそうしなかった。さらに息子と家臣が水口にて、藍津征伐へ向かう家康の暗殺を図っているとの、噂が立ち、甲賀州、篠山影春の通報によって家康は城下を、素通りした。慶長5年に、三成らと共に、毛利輝元を擁立して挙兵する。開戦当初には、山崎家盛に欺かれ、 池田テルマサの祭祀を大阪城に人質として抑留することに失敗している。はじめ神代、内所建脇、武者奉行、友の子兵らを将として、伏見城攻めに兵を送り、家臣甲賀州、鵜飼東助の働きによって、木内の甲賀州を寝返らせることに成功、城を落城に導く功を挙げた。8月下旬には、伊勢アノーツ城を攻略する。しかし、 伊勢方面の戦いでは、少数の敵戦団を家康の本体と誤認して、退却する失態も明かしている。この後、弟、直吉に、水口岡山城の守備を任せて、大垣城へと向かった。関ヶ原の戦いでは、毛利秀元、吉川広家と共に、南宮山に布陣し、合戦前には、浅野隊と南宮大社付近で交戦、池田輝正隊と銃撃戦を展開したが、 広ロへの妨害のため、秀元や長祖壁森地から同様に本戦に参加できず、西軍が壊滅すると撤退した。この時島津隊の撤退を助けるため道案内に家臣を使わしたとも言われる。戦場離脱後は、水口城を目前に山岡道網率いる軍勢の攻撃を受けて敗走。弟、厳春が捕らえられ、処刑されている。正家は、 松田秀信の活躍で入場に成功するも、寄席天の亀名これのり、池田長吉に本領の安藤を約束されるが城から出たところ、欺かれ捕獲された。この時、重臣、峰三郎兵衛、内所立脇、福と彦の城以下6人も入場した、池田軍に捕獲されている。捕らえられた正家は弟、直吉と共に、家臣、奥村様之助の解釈で切腹した。 去年39という、重心6名も同日、大見日野で切腹させられた。首は京都三条京でさらされ、財産は池田長吉に奪われたという。さらに池田軍は水口城を略奪し、武道の限りを尽くした。城下の略奪には、堀尾軍まで加わり、阿弥教官の地獄絵図となった。この再生家の妻であった栄子もひどく領辱され、 そのまま打ち捨てられて死んだという。本田忠勝の妹であることを知った、池田・テルマサは慌てて、隠蔽工作を行ったため、本田忠勝にはすぐに惨状が伝わらず、ようやく知った時には、すべての証拠が消えてしまっており、後の祭りであったと言われている。水口岡山城があった、古城山の山頂には、麓の大岡寺の奥の院である赤の宮が建っており、 そこにマサイエの霊が祀られている。愛知県稲沢市の安塚町に長塚マサイエの石踏みがある。滋賀県高架市水口に栄光を供養する姫塚がある。ありがとうございます。